マイペース男です。はい、というわけで、はい、こちらです。2週間分のね、今日はまた武蔵小杉で稼働します。前回が土曜日の夜だったんですけど、今回、今日もね、土曜日なんですよ。さあ、土曜日の今回は昼間の、稼働しようということで、まあ、前回ね、一応ね、シミはついてはいったものの、結局スリートになる結果ばっかりだったんで、ちょっとね、風が強いんですよ。今日昼間もちょっとスリーコイン案件がめちゃくちゃ入るのかってことで、ちょっとね、土曜日の昼間もうすでに武蔵小杉の方はね、130円のシミがね、ついております。今11時16分なので、ここからまあ2時ぐらいまで、2時間40分ぐらいか、とりあえず稼働してやっていこうかなと思います。で、今日も安定のね、マイチャリミニベロとこちらのカバンでね、ウーバーイーツやっていきたいと思います。ちなみに今日はね、ちょっとなかなかに寒い日になりそうで、夜だとね、ちょっと10度切る可能性もあるんでね、さすがに夜稼働は今日は厳しいんでね、ちょうどよく天気も良かったんで、昼間の稼働をね、ちょっと今日はやっていきたいと思います。それでは武蔵小杉に向かいます。はい、というわけでスタートしました。2週間ぶりの武蔵小杉自転車編スリーコイン検証昼間。ちなみに今もうすでにシミが170円になってましたね。さすが土曜日の昼って感じです。スリーコインだとしても470円もらえればまあでかいよね。頑張ります。はい、武蔵小杉着く前にね、早速1軒目入りました。納豆ストミなどのメモっちゃん武蔵小杉店。こちらね、 2.5 キロで640いくらだったからめちゃくちゃいいんじゃない。はい、1軒目から割と良さそうな高単価案件ゲットしました。行きまーす。ではでは行ってきたいと思います。はい、では武蔵小杉駅の方に来ましたが、やっぱ土曜日昼間人すごいですね。人混みがやばい。あそこの新しくできた広場もなかなかね、人集まってますね。いい感じに、はい、東急スクエアの4階来ました。これね、味のデパート丸神さんですね。ここね、結構ショッピングモールでいろんなお店が入ってます。はい、そうです。お疲れします。はい、ではでは預かってきたので1軒目配達に帰ります。はい、記念すべき1軒目がですね、こちら2キロの案件です。結構近いですね。行きます。こんにちは、ウバイツです。はい、無事1軒目配達完了しました。今ね、場所がこっちは中原区、武蔵新城駅とか近いんでね、そっちの方にちょっと呼ばれると遠くなりそうなんで、ちょっとそれだけが怖いですね。ちょっと武蔵小にまた戻りたいと思います。いやー、走りやすくて今日はね、めちゃくちゃいいです。あったかいです。今ね、武蔵小杉駅の方に戻ってから1軒ね、鳴ったんですよ。で、またね、700円台だったんだけど、4キロで宮前平っていう場所が配達先だったんで、以前ね、武蔵新城から確か行ったのかな。なんかね、宮前駅とかあの辺ちょっとね、山道坂道も多いしすごい遠いんでね、ちょっとさすがに4キロ案件蹴りました。ちょっと短めの案件でなんとか稼ぎたいなと思います。はい、またね、1件なったんで取りましたね、次は。1.7 キロ案件で566円。まあまあいいんじゃないかなと思います。というわけで、武蔵小杉のウルフギャングパック行ってきまーす。あれだね、サードアビニューの多分2階のとこだね。よく行くお店の多分隣のお店かな。やっぱね、知ってる街だとね、走りやすいですね。こちらサードアビニューの2階ですね。こちらでーす。15分ぐらいかかりますって言われました。とりあえず待ってみようと思います。注文来たんですけど、なかなかのね、どうだったんで、ちょっと拡張します。やばいよ、久しぶりの拡張だ。拡張センター入らんでしょうか。なかなかです。受け無事しまいました。さあ向かうか。はい、出発しました。幸いにもね、配達先600メートルめっちゃ近いです。向かいたいと思います。いやー、90巻出てんな、武蔵小杉。お待たせいたしました。はい、こちらでーす。無事配達完了したんで、次の案件あったんで行ってきます。じゃあ、ウバイツです。1A0D5 で。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ3件目、ウルベントさん預かってきました。配達先が 1.6 キロです。元住吉の方行ってきます。はい、武蔵小杉からね、元住吉に向かう素敵なね、川沿いです。はい、公園の中をね、走っております。それは夜にね、この道通った時めちゃくちゃ怖かったんだよね。もう暗すぎてね、すげえ怖かった記憶があります。いいね、この休日の公園って感じがね。まあ全然僕はね、休日じゃないんですけどね。お待たせしました。こちらとこちらでーす。はい、3軒目配達完了と同時にね、2軒目ジュズったんで向かいます。かっぱ寿司です。 1.6 キロ案件行ってきます。橋を渡っております。久しぶりのここですね。この白チャリ借りて稼働したことあるな。はい、じゃあかっぱ寿司川崎一之坪店。はい、こちらです。行ってきます。はい、じゃあかっぱ寿司さん預かってきました。配達先1キロですね。武蔵小杉の方に戻りたいと思います。はい、なんとか
4件目ですか、注文配達完了したんで、また武蔵小杉の駅の方にね戻りたいと思います。時間が3階です、まもなく1時。なんだかんだね、また武蔵小杉のこのエリアに戻ってきました。時間が1時3分。シミさっきまでついてたんだけどな、どうだろう、さっき110円ついてたんだけどね、ちょっと今表示されてないだけで、もしかしたらまだついてるかもしれない、まあ、1時台なんでね、あとラスト1時間とりあえず粘ってみようと思います。皆さん、ありました、5軒目ですね。こだわりの岡野菜のスープ、春雨、しゃぶしゃぶ、レタス、武蔵小杉店。 2.5 キロ案件かな、 2.5 キロで450円ぐらい、とりあえず行ってきたいと思います。近いですね、こちらっぽいですね、しゃぶしゃぶレタス。はい、じゃあしゃぶしゃぶレタスさん、預かってきました。配達先 1.9 キロ近いですね、行ってきたいと思います。また川沿いでございます。はい、なんだかんだ元住吉駅の方に来ました。また武蔵小杉の方に戻ります。あと行けて1軒だか2軒だかぐらいですね、頑張りたいと思います。はい、またね武蔵小杉駅付近でね取りました。こちら多分ね最後の配達ですね。 3.5 キロでちょっとねロング案件取りましたね。で700円いくらなんで、まあありかなって感じで、ちょっと最後ロング案件、まあロングっつも 3.5 キロだからね、そんなでもないけど行ってきたいと思います。鳥一津さんです。こんばんは、こんにちは、ウーバイツです。はい、じゃあ鳥居チーズさん扱ってきました。3.2キロ、自転車20分ですね。最後の最後にちょっと遠くて日吉案件ですが、なんとか頑張りたいと思います。いいね、こういう道好きよ。はい、やはり日吉のあたりなんで坂道発見しましたね。ミニベラじゃちょっとこれは登れないかな、電動ならいけるぐらいの傾斜ですね。こんにちは、お待たせいたしました、ウバイツです。お伝えます、失礼します。配達完了しました、6件。1時52分に終わりました。とりあえず戻ります。はい、帰りは下り坂です、気持ちいいです。はい、やっぱりね川沿いのね道はいいですね。はい、というわけでね、また丸子橋の方に戻ってきました。というわけで締めたいと思います。もうね今ね2時半ですね。すごいね、武蔵小杉はちょっと微妙に入ってないけど、110円のねシミがまだついてます。2時半です、やっぱ土曜日はすごいですね。というわけで今日の成績いきたいと思います。オンライン時間2時間37分で6乗車ですね、4414円でした。でチップが93円いただきました、ありがとうございます。なんか3コインと言われていましたが、どうなんでしょうね。1件目はねピーク料金100円ついてて、ブーストもかかってたのか、でも726円でしょ3キロで。2件目は2キロの442円、これはシミピーク料金ついてないですね。 1.7 キロでピーク料金170円で953円があるね。いや、なんかあれですね、前回夜やった時より単価いいっすね。ピーク料金130円とかそういうのついてたら400円台とかになるはずなんだけど、700円台とか900円台あるんで、結構ねもしかしたら単価自体いい案件が飛んできたかもしれないっていう感じです。でそんなに長いロング案件もなかったんで、結構いい感じの短い距離で、しかもブーストのピークもついてっていう感じで、835円、702円、953円、756円、442円、726円、結構いい感じです。というわけでね、ちょっとまだまだウーバーイーツ捨てたもんじゃないということで、またこうやってね3コインの中でも稼げるエリアを探していきたいと思います。まあ本当にね場所とタイミング次第なんですよ。こう土曜日の昼間とか夜とか、これから寒くなってくるんでね、そういう時期だったりとか、あとまあ武蔵小杉とか結構ねやっぱタワーマンション多いんでね、そういうところはすごくシミもつきやすいんで、あと川崎エリアとか、あとは東京だったら港区とかですよね、六本木とかね渋谷とか、まあ、あの辺は染みつきやすいんで、まあ、そういう場所を狙っていいタイミングでやればまだまだ3コイン以上いくんじゃないかなという感じで、はい、そんな感じでした。というわけでまたねちょっと近々武蔵小杉も久しぶりにねやりたいと思います。ちょっと最後の案件だけねちょっと、日吉案件だったんで、これ、ね、ミニベロでちょっと稼働するの大変だったんだけど、まあ、こういった感じでまたねちょっとちょくちょくやりますので、よかったらねグッドボタンと、チャンネル登録よろしくお願いします。では帰ります。ありがとうございました。